はい、それでは皆様、感謝してまーす。よろしくお願いします。それではオープニング参りまーす。せーの。ひとりさんの愛と光と楽しいお配信する、ピス、アナエでーす。イェーイ。はい、ありがとうございます。ということで、本日は6時では全員集合となります。よろしくお願いしまーす。はい、ありがとうございます。はい、ということで、この週末は達也部長講演会、宮城の石巻と、岩手県の一関、おかげさまで、皆様のおかげさまで大成功でした。はい、ありがとうございました。はい。はい。またね、後ほどご参加された方のご感想もお伺いできたらと思います。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい。あとはですね、こちらからのお知らせです。今週の土曜日、1月27日、達也部長の講演会、岡山。はい、でございます、はい。で、ちょうどね、同じ日、まあ、1月27日、達也部長は岡山。そして1月28日は愛知県の豊田。はい。はい、あります。で、ちょうど同じ日になっちゃうんですけども、27日土曜日は、新小岩で、5人会、こちらのね、花江隊の取扱店の、お仲間さん、5名の先生方が、お話をしてくださいます。はいはい。まあ、改めまして、キラリ先生。さ、は、宇都宮若草店のキラリ先生。うん、そして、埼玉県の愛と光丸太、うん、丸カンサッテサロンの長塚直美先生。そして、南草津店の中瀬文香先生。そして、東京モテモテ丸カンの八甲慶先生。うん、そして、はい、兵庫県のロージーアフロディーテ、リンネ先生の5名様の、お話。される5人会。まだね、お申し込み受付しておりますので、はい、ひとりさんのブログもしくはオフィスにて、受付お申し込みしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。はい、あとその後の懇親会というか。あ、はい、懇親会も、はい、もう少し若干、お席ありますので、はい、もし、希望の方おりましたら、オフィスの方に、はい、ご連絡ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、そして、こちらもね、何度か、ご紹介をさせていただいてるんですけども、こちら、劇文完全版の本、いよいよね、ご予約の受付が、来週の、うん、来週じゃない、今週の水曜日、あさっての、18時かな、オフィス、はい、受付締め切りとなっております。こちらね、新たに書き下ろされました。第1章書き下ろしと、はい、こちら、大和魂貫いて、勝って見せます。日本一カード、はい、こちら、ついております。はい、さらに、丸勘のお店でご予約された方には、このね、大和魂貫いて、勝って見せます。日本一カードの、もともとカードになったタイプのしおりが、しおり版もね、はい、こちら、特別についておりますので、アマゾンや一般書店では手に入りませんので、こちらね、あさって締め切りとなっておりますので、これからご予約される方は、はい、ぜひ、お近く、行きつけの丸カンのお店か、オフィスにて、はい、お申し込み、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ね、ひとりさんの直筆ですからね。はい、ひとりさん直筆でございますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、こちらからのお知らせは以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。あと、皆さんからね、花ペソのプレゼントの引き換え、続々、オフィスの方に連絡来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まだまだね、なんでしょう。一旦今、アルバムに載せてるプレゼントは、1月末で、一旦リセットされますので、まだね、申請されてない方や、あと自分の花ペソポイントがね、どのぐらい溜まってるのかって、わからない方は、お世話になってるお店さんに聞いていただけるとわかると思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。それではお待たせいたしました。はい、ここからは花ペソゲーム、またね、開催させていただきたいと思います。はい、ひとりさんを心の真ん中に皆様の体験だ、ご感想を伺えたらと思います。一回のお話につき、こちら一回のズームにつき、一回お話で、1、花ペソつきます。ということで、今、まきちゃんがご説明からあったように、うん、プレゼント、引き続きね、また、再開いたしますので、はい、はい、ポイントはね、引き続き、うん、ご希望の方は、引き続きね、うん、貯めるもよし、今のうちに交換するもよしですんで、うんうん、引き続きね、体験談、体験談1回につき、
1花ペソつきますんで、はい、5ポイントから、5花ペソからプレゼント。はい。ですかね。引き換えできます。あとね、お客様は、お買い物の、金額も、ポイントつくから、それ分は、その分は、お店さんに聞いてもらえるといいのかなって思います。せっかくですからね、8月からの、対象ですので、確認、ちょっと、自分はどのぐらいかなってわかんない方は、お店さんに、聞いていただくといいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということでね、達也部長の講演会ご参加された方もいらっしゃるかと思いますが、ね、よかったらね、うんうん、そのご感想等もよかったら聞かせていただけたらと思います。はい、もちろん商品、などの体験談も、じゃんじゃんお待ちしておりますので、はい、花ペソゲーム本日もスタートでございまーす。お話ある方は気軽にお手手を挙げてくださーい。はい。はい。はい。なさそうであれば終了となってしまいますが、まあこうやってね元気なお顔を見せていただくだけでも嬉しいございます。本当にね、本当ですね。ありがとうございます。ね、はい、はい、今日も皆様楽しく、あ、みさちゃん、あ、札幌アスカのみさちゃん、感謝してまーす。感謝してまーす。はい、感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、クローズするところでまた手を挙げちゃいました。大丈夫です。まだまだ続いております。すごい、記録になっちゃうんですね、はい、記録、うん、ありがとうございます。はい、最短記録のところ、最短記録ありがとうございます。すごい弱人の体験談で、はい、はい、いいですか。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、感謝してます。感謝してます。ました今日は、はい。ですね、体験談ラインにも載せさせていただいたんですけど、すごい弱人の体験談で、飲まれた方ですね。北海道この間ちょっとすごかった、雪がすごかったんですよね。でそれで、その日、その方、うちの集まりがあって、で泊まれるお部屋をちょっと借りてたもんですから、あまりにも雪がひどくてね、帰れなかったんですよ実は、うんうんうん、でそれでちょうど泊まれるお部屋を借りてたんで、泊まれるお部屋に泊まったんですけど、その日一粒飲んで、お渡ししたので、来たばっかり、商品来たばっかり飲んで寝て、で次の日朝帰って、で除雪すっごいことになっていたので、でその時にね、ちょっとひとりさんのサプリあんまり飲まないなっていうご主人にも、うん、これすごくいいよって言って、2粒、特別に2粒あげたそうなんですよね。うん、それで、ご自分はまた1粒飲んだのかな。で、それで午前中いっぱいかけて除雪をして、で、その後、体験談がすごかったって言って、すぐに LINE くれて、うん、で、それがやっぱりもうびっくりするぐらい動いたと。で、ご主人も、もう68歳かな。の、ご主人なんですけれども、もう、ご近所の方がどうしたっていうぐらい、もうすごい勢いで雪かきをしてたっていうふうに、うん、それをね、やっぱりその時はどか雪だったんですけど、やっぱ毎日毎日降っていたので、ご主人も結構疲れてたみたいなんですよね。うん、うん、でそれでそのこともあったせいか、ちょっとご機嫌が斜めにずっとなってたみたいなんですけれども、うん、でそれたらその日かな、次の日か、もう一回これいいから、もしあれだったら飲んだらって言ったら、うん、やっぱり体感された、ご自分がね、体感されたらしくって、ご主人黙って飲んだそうなんですよ、うん、でその後にびっくりしたって連絡が来たのは、いつも寡黙な方で、うん、あんまりご飯とか食べても何も言わずに食べられるそうなんですけれども、うん、いただきますと言って食べ、これうまいなーって言って、ごちそうさまって言ったって言って、それで、ね、それもびっくりしたって言ってね、連絡くださったんですけど、うん、やっぱりその疲れてて、そもそも寡黙なところに疲れてるもんだから、ご飯食べても多分いただきますもごちそうさまも言う元気が多分なかったんでしょうね、うんうんうん、でそれがやっぱり弱人、たった一粒二粒飲んだだけで、あ、すごい弱人ですよね、飲んだだけで、まあそのニコニコしながら、ご飯うまかったってすごい久しぶりすごいね、そうね、言った、ね、
すごかったので、やっぱり割とすぐ体感、ご本人もそうですし、ご家族もそうですし、割かし飲むとすぐ、他の体験談の方もね、おっしゃってましたけど、割とすぐに体感できる、サプリかなっていうふうに思うと、あとやっぱね、お肌の調子も、乾燥がね、この季節、ストーブ使うので、乾燥するんだけど、その乾燥にもいいんだよって言ったら、あ、そういえば乾燥してないっていうふうにね、そのことも、お伝えしたら、あ、言われてみれば乾燥してないっていうふうに、おっしゃってたのでね、やっぱりお肌にも、体験談出るっていうことで、やっぱすごい弱人、すごいがついただけあって、本当にすごいなっていうことで、はい。素晴らしいサプリをありがとうございました。ひとさんからのプレゼント嬉しかったですということでした。ありがあとりうがごとうございます。ざいました。すごいいいことがいっぱい。いいことがいっぱいでした。たった2粒とかね、それぐらいで、すごかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございはい、ます。ありがとうございます。ほっこりしました。ありがとうございましがとうごた。ざいということまで、ただ、美佐子上司してお客様、花ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おす。おめめででととうございます。うございます。万歳いきます。せーの。万万歳。歳、万万歳。歳、万歳、よっよっししゃー。ゃあー。りがありとうごがざというごまざしいました。はた。い、感謝してます。ありがとうございます。はい、では続きまして、野村ゆり上司。感謝してます。感謝してます。感謝してありがとうございます。お願まいす。します。お願いしまはい。す。ですね、私、この伏子利流のお話ししたいんですけども、私、この間、12月1日の、魂の出陣式の四天王ですね、あれ参加したときに、ウッチー店長がね、これを喉に入れて、いらっしゃるとこを見てね、私、実はずっと昔から、咳払いとか、喉が小さい人のが弱かったんですね。で、私もちょっとやってみようかなと思ってやったら、すっごい喉がね、すごい調子いいんですよ。で、ウッチー店長、いいのを見せていただいて、ありがとうございます。これ、本当にいいですよね、喉の調子が、ウッチー店そうです長。ね、はい。ちょっとこれはぜひ個欲人しいので感す。想ですそう、か？いいですか？僕は、はい。個人の感想、私もウッチー店長もすごくいいっていうのを伝えたい。よかったです。以上です。ありがとうございます。そうか、ゆりちゃんも調子が良くなったんですね。そうなんです。ちょっと喉がおかしい。私、ほんで、今からちょっと私も花粉症があるんで、今からちょっと花粉が出るんですね。で、喉がやっぱりと思って、これ、さっきもしたら、やっぱり喉がスーッと気持ちよくて、大丈夫ですか？ごほうなりませんでした。全然ならない。ゼよロかなんっです。た。よかったでごちなみに、ここにこう、溜めるの？ちょっとだけこう置くとか、数秒置くとか、こう、そう、い乗っや、てなくて、こう、あーって感じ？そう、もう飲み込みます、私は。こう流し込むって、ウッチー店長もそうだと思うんですけど。そうですね。僕も蜂蜜を飲むのと同じ感覚でこう、ガーってやって、飲んでます。私はもうすごく気に入りました。ありあ、がよとうかっごたざいです。よかったです。はい。ます。皆さんも、ご自分の判断でよかったら。そう。自己責自己任で責任。ね。これ言ってよかったんですから全ね。然大丈夫です。全然はい。はい。ね、個人そうね、です。自由だからはい。個ね。人の自由で、はい。自由で。おすすめは、残念ながらしてはいませんが、僕はやってますよという話で、ね、にゆうちゃんもやられたということで、はい。ご自由に。はい。ありがとうごあ、でもね、ざいよかったでますした。ね。はい。ねえ、あよりがかっとうた。ごありがとうございざいます。はい。ます。ありがとうございます。はい、ありとがいうとうことございで、感謝でございまます。す。野村ゆり上司、花ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おおめめででとうごとうございざいます。ま万す。歳いきまーす。せーせーの。の。万万歳。歳。万万歳。万歳。よっしゃー。歳。万歳。よっしゃ。あありがとうごりざいがとうございまます。す。はい。感謝してまーす。はい。はい。石井さっちゃん上司、感謝してはい、ま感ーす。謝してありまがとうごす。ざいます。たった今思い出したんですけど、お客さんで、旦那さんなんですけど、ヘルヘル3で痩せたっていう報告を聞いてたんですけど、なんかね、また5キロ痩せたんですって。すへえ、ごそれ5キロ。い。でもね、1日ある2つ、あれ ?2 つだっけ、1日。あ、3ヘルつ、ヘル31は3つ？回って、それを1日1回だけって言ってた。で、なんか体験談送ってって言って、
送りますって言ってまだ来てないんですけど、うん、今思い出した、5キロ痩せて、ヘルヘルだけって言ってた。あ、でもね、お菓子はあんまり食べないにしてあって言ってました。うんうん、あとはなんかあんまり変えてないんだけど、痩せて喜んでおりました。うん、あ、よかった。ねえ、ヘルヘル3。うん。ねえ、5キロ、ね。食事制限もじゃあせず。しないで、お菓子は食べないにしてるって言ったから。あ、ちょっと意識して。はい。すごい。ね、ちょっと男の人の方が安い。あ、そんなことないか。そうでもないかな、うん。うん。でも私はあれ、なんか私お腹いっぱい食べるのがすごい苦手。はい。だけど、どっかにほら、旅行とか行くとすごいお腹いっぱい食べたりしちゃうじゃない。すっごいずっと苦しいのが続くけど、ヘルヘル3飲むとね、結構、あの、お腹が、パンパンっていうのが結構早くなくなるので、お腹いっぱいで苦しく なりそうな時は私飲んでるんですけど、早く消化してくれるのかな、あれ飲むとすごい、いつまでもお腹いっぱいで苦しいっていうのが、ないです。ああ、それはありがたいですね。ありがたいですね。ね、気にならない、気になるというか。お腹いっぱい食べてすごい苦しいので、うん、その後ね、あんま動けなくなっちゃって、苦しいっていうのが頭でいっぱいになっちゃうんですもんね、うんうん、そうだよね、なんか旅行とか行くとね、その土地の美味しいものとかね、せっかく来たからね、あとなんかね、ね、なんだろう、ご飯にね、時間もかけないから食べちゃう、はい、すごくなってさえやってない、はいはいはい、旅行中助かります、うん、はい、旅行のお供に引き続きよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、さっちゃん上司とお客様の、体験のヘルヘル3の体験談、素晴らしいお話ありがとうございました。それではそれぞれ花ペストポイントワンポイントゲット、おめでとうございます、万歳いきます、せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございます、はいはい、感謝でございます。では続きまして、綱川勝栄上司、はい、感謝してます、感謝してます、はい、感謝してます、感謝してます、野村ゆりさんの、はい、あのあれ、しこりなんだっけ、おあの、私はあの宇宙伝説みたいに飲んだことがあって、はい、飲んだんです、意外とみんなすごいチャレンジャー、おー、うん、はい、飲んだけど、飲んだけど、あのその時は、はい、あの どうなったのかはわからないんですけど、はい、もうその時多分ね、劇文やってたんですよ、劇文やってる時に飲んで、はい、ものすごいパワーが出たから、パワー出ましたよ、まあ思うんですけど、もうね、その時は劇もやってるから何もあのどうなってるとかいう感想があまりなかったんですが、あ、うん、力がフォアで出ました、あ、はい、ね、なので、うん、おすすめしていいかどうかの私にもわからないんですけれども、ご自由で、はい、はい、ご自由に、はい、はい、で、ちょっと前の話になるんですけど、はい、何でしたっけね、青汁、多分ね、うん、デトックスの方かな、塩が入ってる方、浄化、浄化、浄化、はいはい、浄化ですね、浄化の方と、あとビヨンカツを飲んでもらった人がいて、でその時にその人はひとりさんが大好きで、でひとりさんの言葉でちょっと癒されるからって言って、でそれでお茶をしていたんですね、そしたら、うん、その人は作品を書かれる方なんですけど、ものすごくいい話をされてて、どうやって過ごしているよっていう話を、それするとちょっと長くなるんですけど、ちょっと能登半島の話になっても大丈夫ですか、うんうん、なんか、うん、1月1日 の地震より前に、能登半島の近くの その高校生が私の家の近くのスタジアムの方にサッカーの試合で全国大会ですかね、試合で来ていたそうなんですね、うん、で1月1日には保護者さんとか応援の方たちも駆け寄せるっていうはずだったんですけど、地震があるために皆さん応援団来れなくって、うん、でスタジアムの客席は誰もいない状態で試合をするっていうことだったんですけど、今まで対戦してくれた高校生たちが藤沢市とか江ノ島とかのある
高校生たちがみんなで駆けつけてくれて、あのユニフォームが黄色だったそうなので、石川県の子たちの、うんうん、あの黄色 の, あのゴミ袋、ちょうど自分たちが黄色のゴミ袋だったから、それをかぶり、うん、であの文字を書いて、あの応援団でみんなで座ってくれたとかいう、うん、そのね、あのことを聞いて、でそのお友達があのひとりさんの言葉がね好きっていう方が、うん、あのその方たちにあの自分のね作品作ってる方なので作品送ったそうなんですね。で、あまりにも私そういうのが感動してで、はい、あのそれをあのなんかどこかでね一緒に YouTube に載せたいねとか言って話してる時にお茶してたからひとりさんののも飲んでくれたんですよ、うんうんうん、でその時までの作品を私にも見せてくれたりちょっとくださったりしたんですけど、でその後のそのひとりさんのジョーカー青汁と、うん、あのビヨンカツを飲みましたよって言った後の作品があまりにも輝いてたんですよ、本人もちょっと見てって言って本人もびっくりするくらい、うん、あの光を放ってたからこれ何事だろうと思って、きっとこの方のねあのなんだろう心の美しいのもあるし、そのノット半島の子たちがあのその子たちにも送ったそうなんですけど、あのねすごい喜んでくれたっていうのもあって、なんかいろいろそのひとりさんのサプリも入るとなんか変わってくるのかなと目に見えて、なんかねよくわからないけどなんでこんなに変わったのっていう、そういうなんか体験がありました。なんかね、体じゃないんだけど、体の体験じゃないんだけど、個人の感想です。はい。はい、以上です。すごーい。ありがとうございます。素敵だった。自分も驚いて。驚いてね、うん、あでも、自分も嬉しくて、はい、ね、はい、皆さんにも喜ばれて、最高ですね。うん、本当にもうあのやっぱりねひとりさん好きな人は優しい人が多いですね、うんうん、でやっぱり浸透するのが早いというか、うん、そういう感じがしました。本当になんかもう幸せ、私も幸せになっちゃった、うん、幸せですね、ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、砂川勝江城主ハナペスポイント、ワンポイントゲット、おめでとうございます。バンザイいきます。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続きまして、田中ひろこ隊長。はい。はい、あ、感謝します。はい、感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい弱人の体験なんですけど、はい。私、仕事柄、足のむくみがちょっとあったんですね、うん、でふくらはぎが結構パンパンになるんですけれども、うん、あってたんですけれども15日ぐらいから飲み始めたんですけれども、うん、すごくなんか完全には良くはなってないんですけども、うん、徐々になんかいい感じになってて、そんなになんかこう張った感じがなくなっちゃって、うんうんうん、あのもうちょっとスキップですよ毎日あはい、なんか良くなってます。うーん、はい、ちょうど1週間ぐらいですかね。ぐらいですね、朝昼晩1錠ずつ、うん、3錠ですかね、うん、3粒飲んで、うん、はい、あのすごく調子がいいので、あ、ね、うん、結構いろいろあのマルカンさんのサプリ試したんですけども、はい、それが一番効いてるような、あ、今までで一番、はい、素晴らしい、うん、体の隅々まで結構効いてるのかなと思って、うんうん、これで、うん、あの水素を飲んだらまだまだすごくいい感じになるなと思ってます、うんうん、はい、以上です。ありがとうございます。ますます楽しみですね。さらにね。ありがとうございます。はい。また聞かせてください。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。田中ひろこ隊長、はい、花ペストポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳、万歳、万歳、よっしゃー。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、あといかがでしょうか。はい、かったらね、達也部長の講演会ご参加された方も、ねね、ご感想の方はね、聞かせていただけたらと
思いますがね、ご無理なかったら。無理じゃなければね、はいはい、あの声出せるのであればっていうところですけどね。はい。はい、大丈夫ですかね。はい。はい。はい。では大丈夫そうであれば、はい、本日は、以上とさせていただきたいと思います。はい、最後にだんだん良くなる未来は明るい。3回やって万歳やっていきたいと思います。それでは参ります。せーの。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。ちょっと話したい。あ、どうぞ。ついてる、ついてる。はい。いけますか？はい。どうぞ。ギリギリセーフ。はい。ギリギリセーフです。はい。どうぞどうぞ。はい。では、内山明子教授。はい。お待ちしておりました。脱がなくて大丈夫ですか？はい。はい。なんかもうこれね。はい。とりあえず、すごいあったかそう。はい。はい。ありがとうございます。はい。出してます。皆様ありがとうございます。ジャクジンの体験談で、皆さんもおっしゃってるように、私も、飲んだ日から、うん、なんか、痩せたって、あの人に言われて、顔がなんかシュッとなったみたいで、で、触ってもなんか、ツルツルな感じが自分でもして、うんうんうん、お肌はすぐわかるよね。一生懸命だね。うん、息子もすごいじゃない。ありがとうございます。お褒めのごりっちゃん。それから、朝なんですけど、うんうん、今寒くて、ずっとなんか朝起きるときに、目が覚めてもなかなか体が動かないっていうか、血が回らなくて起き上がるのも辛いなって思ったんですけど、で、それでそういうときは、ふくらはぎを、マッサージすると結構大丈夫だったんですね。でも、それしなくても起きれるようになりました。ああ、すごい、すごい。目覚めも。目覚めも OK で。はい。という体験でした。はい。ありがとうございます。駆けつけていただいてありがとうございます。はい。すごい弱人。すごい弱人の体験だ。ありがとうございました。内山明子上司、花ペスポイント、ワンポイントゲット。おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの。万歳、万歳、万歳、よっしゃー。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。では、いかがでしょうか。大丈夫そうであれば、はい、では本日は以上、6時全員集合は以上とさせていただきます。じゃあせっかくなんで、もう一回、だんだん良くなる未来は明るいと、万歳いきたいと思います。せーの。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。明るい。ありがとうございました。万歳いきまーす。せーの。万歳。万歳。万歳。よっしゃー。ありがとうございました。はい、ということで今日も素晴らしいお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで6時だよ全員集合は以上となります。はい、この後はだんだん良くなる未来は明るい1000回の旅、18時40分頃より開催させていただきたいと思います。ズーム回線はこのまま、ご参加される方はよかったらこのままお残りくださいませ。それではレコーディング1回ストップさせていただきます。それではごきげんよう。5秒前、4、3、2、1、うわうわ、感謝してまーす。感謝してまーす。